ドデスカスペシャル糸田スポーツドラゴンズ祭り。さあ今年お集まりいただいたのは、はい、ドラゴンズの投手陣の皆さんです。よろしくお願いいたします。まずは一昨年沢村賞を受賞したエース大野雄大。さあ今年は何といってもですね、この阪神戦ですね。はい、いや印象に残る試合でしたけども、今日は来てないね、うん、野手の皆さんが、はい、もうちょっともうちょっと話してみようかな。続いてはチームの顔に就任、新選手会長柳裕也。最近インスタをそうなんですね、始めたということなんですけど、はい、始めました。満を持してというか、うん、まあ俺が始めたら20万人ぐらいすぐ行くんだろうなと思ったんですけど、今一応3万人ちょっと。ああ3万人、まあ今日を機に、ね、ドカーンと多分行っちゃってますね。なるほど、はい、ドラゴンズ祭りスタジオ初登場、今シーズンはキャリアハイの成績、小笠原慎之介。今日は遅刻しなかったですか？あ、これ他局でしたね、ごめんなさいね。別の番組でこの間ロケやったんですけど、2時間遅刻してきたんですよ。寝坊したんだよね。はい、あかんっすね。あかん。最後はリリーフという戦場で腕を振るうミートボールボーイこと祖父江大輔。今シーズン始まった時はね、茶髪挑発ヒゲ禁止ということで、でもシーズンの中盤ぐらいからうっすらちょっとヒゲ剃ってる暇なかったです。ヒゲ剃ってる暇なかった、はい、ちょっとはあるでしょ。ありました、すいません。ミートボール、なんていう問題だ本当に。爆笑必至、豪華景品をかけたクイズバトルに。はい、柳さん今大きくなった。一番大きくなった。サプライズ企画も。うちのお母さんと、いやいやいや。さらに待望の新キャラクターも登場だ。今シーズンプロ野球界に新たな伝説が誕生した。その男の名はヤクルト村上宗隆。日本人選手最多となるシーズン56ホーマーを放ち、史上最年少での三冠を達成。神がかった活躍に村神様という言葉が生まれ、2022年流行語大賞にも選ばれた。大賞取った。そんな村神様に対してドラゴンズの投手陣は、エース大野雄大が節目の50号を浴びれば、柳は日本新記録の5打席連続ホームランを献上。さらに祖父江も、小笠原も、若き主砲の勢いはすごかった。それではここで問題、この4人の中で最も村神様に打たれているのは誰でしょう。順番に並び替えてください。随分第一問目酷だね、うなだれてるとこから始まるじゃない。ということで、うん、今シーズンを含めたこれまでの通算対戦で、はい、打たれている順番に4人の名前を並べてください、うん、さあそれじゃあ皆さん、お考えください。どうぞ。左つか、なんていう問題だ本当に。しかし村上選手もどの球団からも打ってたし、別にドラゴンズからだけってわけじゃない、ね、そうですそうです。やっぱ祖父江が入ってるっていうのが味噌ですよ ね先発じゃなくてね、うん、祖父江さんな、え？さっきから祖父江さんだぞ。祖父江がどっちが先輩でしたっけ。僕です。あ、そうそう、やっぱプロ野球選手同士だから分かる
凄さって何かあります？その王さんの次の三冠王と一緒にやれてるっていうのは、うん、打たれてますけど、うん、まあ、野球人としては嬉しいかなと。なるほどね。立ち会えたと言いますか。ああそうか、はい、56号打たれへんかなと思ってましたもんね、ちょっと。一生使われるっすけど。そっか、55でも打たれてたよ。55もまあまあ節目のね。なんか言われました、それは。言われましたね、その試合後にストレッチをしてもらってるんですけど、うん、はいはい、してもらうんですけど、歴史に名を刻んだなとトレーナーさんに言ってもらいました。まあ、ある種ね、はい、大野さんが投げたボールで50号生まれてますからね。そうです、はい、なるほど。では、はい、皆さんの回答を見せていただきましょう。一斉にお願いします。どうぞ。はい、ドン。4人の回答がこちら。自らが一番打たれていると予想した柳投手、その理由は。まあ、1位の柳、これは間違いないです。もう 100% 間違いないです。もう自分だから間違いない。自信あります。はい、自信持って俺は打たれてると。自信持って打たれてます。まあ、大野さん今年ちょっと打たれたのかなと思ったので、うんうんうん、2位にして、うん、まあ、3位総さんで、うん、4位新之助は打たれてないイメージあるので、うん、はい、4位にしました。小笠原さんはご自身が一番打たれてる。はい、僕3本打たれてるんですよ、ホームラン3本だ。なんでそこでちょっと稼いちゃったかなと思って。まあでも対戦成績も多いしね。はい、で今年ヤクルト戦多かったんですよ、うんうんうん、なんで上がってるんじゃないのかなと思って。これね、あの皆さん、あの通算対戦成績だそうです。あ、通算なんですか。今シーズンってことじゃないのね。通算です。通算。あ、じゃあ1位だ。さあ、それ踏まえて、変えたい方は、はい、変えていいですか。皆さん変えそうです。全員が引っ込めたね。通算の被打率という条件に翻弄された4人が改めて出した答えがこちら。唯一回答が変わらなかったのは祖父江投手。僕、新之助は結構打たれてるイメージがあって、で僕は対戦多分 5,6 打席ぐらいなんですけど、3本ぐらい打たれてるんで多分5割ぐらいあるんじゃないかなっていう予想で、大野全然抑えてるイメージあったんですよ。あ、4位は全員大野さんだね。はい、答えで揃いました。はい、では正解をご覧いただきましょう。はい、こちらです。通算成績で最も村神様に打たれているのは、まずは2位と3位を同時に発表。3位は柳、そして2位は小笠原。2人の差はわずか一部三輪の大接戦。それでは気になる1位を発表。大野と祖父江、最も打たれているのはどっち。やっている、やっている。1位は祖父江大輔。中継ぎで対戦数が少ないものの、被打率はなんと3割6分4厘。一方、最も抑えているのはさすがのエース大野雄大でした。残念ながら全員不正解。悲しすぎるでしょ。あんなに悩んだのに。大野投手と柳投手は2位3位が逆であればという、ね、惜しかったんですよね。これ来年はどうしましょうか。対策的にはどういう感じになってくるんですかね、小野さん。対策になってくると、うん、やっぱ他球団の球の速いピッチャーが村上君にちょっと当ててもらって。ダメなんだそれ。でそこで我がチームのご自身の対策を聞いてるから。それしかないんですよ、もう。止めようがない。止めようない。では続いての問題です。はい、続いてはロケをしてもらった VTR からの出題です。うん、こちらをご覧ください。はい、エディオン名古屋本店にやってまいりました。今日はですね、この家電量販店でですね、いろいろ見て回ろうかなと思っておりますが、私糸田一人ではございません。ゲストをお呼びしております。こちらの方です、どうぞ。よろしくお願いします。小笠原慎之助投手です。よろしくお願いします。お願いします。仕込むよね。ここですか。そういうことばっか覚える。うちの師匠が仕方ないです。20うちの22番がそういう人だった。22番がそういう人だから。ということで、小笠原投手と家電量販店エディオンでお買い物。気に入った家電は小笠原投手にプレゼント。キャリアハイ達成をお祝いするご褒美企画スタートです。
まずやってきたのはキッチン家電売り場。調理家電見たい。見たいです、欲しいなと思うんですけど、まあ場所がなかったりとか。料理じゃあやるってことですね。じゃあやりますよ。誰が作ってくれるんですか、僕ん家で。え、じゃあ得意な料理とか。よく作るのはでも基本大体ステーキなんですよ。肉は、はい。自宅でバーベキューするほどの無類の肉好きという小笠原投手。ということで向かったのがホットプレート売り場。今人気のものでいうと、あの煙が出ないよ、救援してくれるものですね。先発ピッチャー炎上したくないから煙出ないもん、ね、出ないもん、本当良くないですよ。したくて炎上してるわけじゃないんですよね、大野さん。いや、ね、大野さんじゃないの。大野さんだけじゃないから、うん、ですよね、柳さん。いやいや、みんなに炎上させないでよ、はい、さらに小笠原投手にぴったりのホットプレートを発見。肉の次だって見てください、これ肉好きのためのグリルプレート、これいいじゃん。あの、うん、お好み焼きとかもこうやられるとは思うんですけど、うん、そういったものがついてない肉専用のこれだけプレート。そうですね、これいいじゃん。変化球はもう投げないよ、まっすぐだけみたいな。まっすぐだけ、これはこれでいいな。これ肉、お肉は何、そのスーパーとかでカットしたやつを買ってくる。カットしたやつも買いますし、はい、あとはブロックのお肉買って、タンのブロック買って、自分でさばいて。すごっ。ラップ包んでジップロックを入れて、あとあの冷凍用 の、 あの冷凍機で、そこにお肉全部入れます。じゃないと質落ちちゃうんですよ、その温度。じゃあもう肉祭りだよ。これ決まりっすかね。これはほぼ格じゃない。そしてクリーナー売り場では、ビシエドのバットより重いっすよ。愛車の洗車用にとハンディークリーナーにもなるスティック掃除機をキープ。すると井戸田キャップからこんな提案が。やっぱあのデーゲームもあるからさ、はい、いろいろケアもした方がいいと思うのよ。美容系の方いきますか。美容、はい、日々自分磨きに勤しむ美容芸人井戸田キャップのおすすめで美容グッズを見てみることに。1、8、9、10でおかげです。もっとあったでしょ。スチーマーでも、スチーマーだね。デイゲームあとはこうやってちょっと日焼けとかをこう保湿して毛穴を広げるの。化粧水とか美容液を入れると浸透しやすくなるんですよ。これなんですか。これが電気で EMS っていうのが出るんだよ、はい、奥の方の筋肉に刺激をして引き上げとか顔をケアするっていうことは頭皮をケアしなきゃいけない、はい、でも1枚つながってる、はい、最終的な目標は綾瀬はるかさんみたいになりたい。まだいいとこじゃん、これから綾瀬はるかになって。これ気になります。いいね、じゃあこれキープし、これ、はい、キープしましょう。いつでも連絡して、はい、勤めの知り合いもいるんで、はい、紹介しますよ。他にも様々な売り場を見て回った2人。どうどうでしょう。抱っこされてるよ。気持ちいいでしょ。いやね、寝ちゃうでしょ。すると、なんかちょっとせっかくだからテレビ見ません。テレビですか。家電量販店といえばテレビだから。テレビですね。ここで井戸田キャップからサプライズが。あちらのテレビ、最新型のテレビ。どれですか。で、これが 83インチ。 83? はい、スピーカーも画面から。なんかちょっと今見れたりします。何見れます。ちょっと映像を出します。この後、小笠原投手もびっくりのある人が登場。もういいですって、83日で見る絵じゃないです、これは。怖い、この子。井戸田キャップに連れられ、テレビ売り場へ来た小笠原投手。すると、そうですね。あー、そうなんだ。これ音出てんだ、じゃあ、こっから。音出てます。本当ですか。本当だ。で、何ですかこの絵は。すごいじゃんこれ。この絵は何ですか。
おい久しぶりですお母さんですお母さんでお母さんです元気にしてますかお母さんですよ二桁勝利のお祝いにと神奈川県にある実家を訪れたスタッフ、うん、ハンバーグって書いてあります持ってたジューってやつですねご家族からお祝いメッセージをいただいていました、今年は10勝やっとたどり着きましたねおめでとうございます私は寂しいですお会いできなくて今年も待っております応援してます陰ながら来季はですねできればトリプルスリーということで目指せ3本3割3盗塁頑張ってくださいじゃあまたお父さんやっぱ映像綺麗ですちょっと待ってちょっといいですか UPL テレビのどうしますうちのお母さんと妹と、あの玄関見た瞬間にちょっと待てよと思ったあのインターホンの音いやちょっと待てよと思ったんですずいぶんなんか似てらっしゃる方出てるなと思ったんですいやもういいですって恥ずかしいから止めてくださいもういいです83インチで見る絵じゃないですこれはめちゃくちゃ出てるほらお菓子もちょっと待ってテーブルクロス変わってるしお母さんはい妹さんとちょっと待ってちょストップ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 とここで問題ですさあここから問題小笠原投手が築いた家族のある変化とは何でしょうかさあ随分プライベートな問題出ましたけどもね、はい、小笠原投手が気づいた、うん、このある変化とは何なのかさあ皆さんお書きください、ね、どうぞ、ね、これ小笠原さんも書く書いていただきますいや僕分かってるし難しいですねなかなかこれは難しいけどノーヒントで書き出せるっていうところもすごいね全員ペンが進んでるじゃん小笠原さんのご家族と大野さんとか会ったことありますお母さんと妹さんは、うんチャタンのキャンプで昔そう、はい、あの入団した時のキャンプに来られてましたよね、はい、やっぱお母さんインパクト強いじゃないですか、うんうん、なのであれしんのすけがいると思ったらお母さんなんですけどトムさんお会いしたことあるお会いしたことないですねあの雑誌かなんかでは見たことあるんですけど、うん、雑誌何の雑誌何の雑誌モデルの方じゃないのやめてくださいやめてください本当に小笠原投手が気づいた家族のある変化とは4人の回答をチェックまずは大野さんからはいこちらはいおとんがパーマ当ててるはいしんのすけはね、うん、指さしてあちょっとちょっとって言って、うん、お母さんと妹さんは僕の中であんまり変わってる感じはしないんですけ ど, あなるほどだとしたらおとんが髪の毛ちょっとおしゃれになってるんでおとんパーマ当てたから息子が突っ込んだかなとなるほど、はい、うわいな、なるほどね、予想がわかりましたさあそして柳さんはいいいですかはい、まあ、もうこういうことなんじゃないかなんでしょういやあれお父さんが違う違うでしょこれはもうまるまる違う人ってことそう僕しんのすけの家族初めて見たんですけどもうあれみたいなえ違う人になってるそれはやばいママの私生権ママの私生権さあそれじゃあご本人、はいお答えどうぞはいお父のパーマ父のパーマーすごいこれはやっぱそうでした変わってましたいやまあとりあえず正解見ましょうなるほどでは正解の発表ですちょっと待ってちょっとストップ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 親父パーマかけてんすよすごくないですか正解はお父さんがパーマをかけていたでした大野投手と小笠原投手正解息子と同時にパーマ当てたの
多分こっちは普通のパワーですけど、僕はツイストです。めちゃくちゃ恥ずかしいし。しかしいい映像でしたね。いや、いい映像とかじゃないですよ。もう汗かいてきたっす。でもゆっくり見れたじゃん。ゆっくり見れましたよ。ご家族のね、元気な姿を、まあ、流してください。流してください。すごいね、乗ってきたね。ということで、買い物はここまで。キープした4つの家電の中からこの2つを選んだ小笠原投手、プレゼントと行きたいところですが、お前誰が払うんですか。誰が支払うかサイコロで決めます。うん、うん、ちょ、お前ふざけんなおい、やったなえ、ちょっと待って、何これ折半番組残り4面全部伊藤ですな、行かれてんの予算の少ない番組のためにも糸田キャップ一肌脱いでもらってもいいですか。小笠原投手にその運命を託します。よっしゃ来い、どうだ、番組来い、番組来い、おおちょっと待って、やった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 、やったどうだ何の演出もないよね。何もなかった。見て、ちゃんとねじりました。番組で止まったから。こんなことある。あ、別に俺これ本当これが出たらマジで払ってたけどね。まあでもしょうがねえかということで見事正解は大野投手そして小笠原投手ということで1ポイント獲得です。はい、おめでとうございます。すごい、すごいのは大野さんよ。パーマ当ててない状態を知らないわけでしょ。知らない。これ3ポイントぐらい上げたいぐらい。本当にそうですね。あ、いいのねそれ。お、この当て方素晴らしかったということで、大野投手3ポイント獲得です。ありがとうございます。ありがとうございます。これ一応確認ですけども、お父さんは一緒でいいですね。一緒です。あれお父さん違うってことはないね。一緒です。一緒。はい、一緒でした。でさらにお母さんのプチ整形どうですか。多分やってないと思います。やってないですか。いや一回聞いてみろよ。聞いてみます一回聞いてみろよじゃないの人のお母さん捕まえてお母さん怒らない。全然大丈夫。冗談です言っときます。大丈夫2つの家電をゲットした小笠原投手、早速自宅で使っているそうで。これ買ってもらったんですけど、うん、あの家でずっと暇な時間があればどうですか使い心地は。いや気持ちいいっす。心なしか引き締まってる感じしますけど、ちょっと小顔になったような気がする。貸してよそれ。あ、そんな、ちょ一回貸してもらっていい。電源つけます。うん、でついた。あ、効果出る。いつも顔でかい顔でかいって祖父江にいじられてるんでこれで五台いるよ。五台そうですか。うん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 うーん。ビフォーアフターみたいな。単純だな。失礼しました。ここで小笠原投手のお父さんからタレコミ情報が。新たな情報が入ってきたんですよ。え、お父さんから、パーマのお父さんから。え、仮契約を結ぶ前日に小笠原投手のお父さんがベロベロに酔っ払うっていう事件があったんですよ。いや覚えてないです。本当？はい。で理由は嬉しかったことが2つあったから。はあ、1つはもちろん息子の入団。はい、もう1つあったんですよ。え、何ですか。もう1つは、息子が彼女を連れてきた。イエス。じゃあお父さんが言ってる。それダメでしょ。彼氏、彼女を連れてったんですか。いや、まあ、当時の。当時のね。はい、ちゃんってことですね。名前出すな。怖いわ。何ちゃんだったっけ、あの子だよね。別れちゃいましたけどね。いい子でしたよ。これ使えないでしょ。お父さん OK は出てるんですよ。いやー、ほんとこの番組怖いわ。続いてはこの方からの問題です。 VTR をご覧ください。うん、It's my year! どうも
藤島健人くんです。この後は元気いっぱい藤島健人クイズ、衝撃の珍回答続出。キャリアハイではない。ベンベンベベベベン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 ベベベベン It's my year。 どうも藤島健人くんです。ドラゴンズの筋トレ大好き男藤島健人、今シーズンは自身最多の50試合に登板、気迫のプレーでファンを魅了しました、はい。スタジオにいる兄貴たち元気ですか。さて今年はいろんな感動することがありましたね、皆さん、おのおのあると思いますが、今年僕が感動した話をちょっとクイズ形式にしてね、出したいと思いますので、兄貴たちにちょっと当ててもらおうかと思います、うん、はい。藤島健人が今年感動したベスト3、じゃじゃん。ではまず第3位からいきます、うん、レレレレ、大野雄大さん完全試合未遂。これはもう僕ブルペンで見てましたけど、9回までパーフェクトなんで、完全試合にしましょう、うん、もう公式記録委員会に僕が電話しておきます。はい。そんな権限あるの。なんとかします。はい、藤島頑張ります。いや、なんともならない。正直小野さんが投げる日は今日オフだなと思って試合行ってます。すごい、素晴らしい。オアシスです。でも1回だけ1月にありましたじゃないですか。ありましたね。そうなんですよ小野さん、はい、もうオアシスだと思って今日はオアシスだと思って行ったんですよ。そしたらね、自分が投げてる。まあでもいつも大野さんに助けてもらってるので、うん、いつもありがとうございます。じゃあ、まあ、2位と行きたいとこなんですけど、まあ先に1位いきます、うん、はい。ベラ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 、藤島健人なんと第1子女の子が誕生しました。バチ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 、痛いねーこれは。バチバチ、ありがとうございます、うん、これはもう人生で間違いなく、今まで生きてる中で間違いなく感動したんで、うん、もうこれは絶対1位です、うん、ここで問題です、はい、でれん、今年感動したベスト2位は一体何でしょうか。僕的に感動しました。マジで感動しました。本当に嬉しかったです、まあ、こう1位まではいかないんですけど、本当に嬉しかったんで第2位にしました。さて何でしょう。今年ですからね。さあ、じゃあ改めて問題をおさらいください。はい、藤島投手が今年感動したベスト3、うん、はい、1位がお子さん第1子の誕生、そして3位が大野雄大さんの完全試合未遂でした、うん、はい、2位に入るのは何なのか。さあ今回挙手制となってますんで、分かった方からどんどん挙手で参りましょう。はいはい、じゃあ大野さん。じゃあ当たってしまったらすいません、本当にそれしょうがない。井戸田さん結婚。私の結婚、はい、違います。違います。はいはい、はい、どうぞ柳さん。イカゲームを見て感動した。イカゲームを見て感動した。違います。違う絶対違うでしょう。はいはい、どうぞ。監督にパクセロイの髪型でそのまま行ったらええなって言われた時。そうなんですか。違いますけど、その話は面白いです。似てるよね、パクセロイに寄せてったよね。そうですよね、すごい寄せたよね。はいはい、祖父江さん。祖父江第二子誕生。祖父江第二子誕生。あ、祖父さんも生まれた、おめでとうございます。ありがとうございます。うわー、そうか、ご自身のね第一子があったから、はい、祖父さんの第二子もあるんじゃないか。なるほど、違います。違います。僕のやつより上なわけないでしょ。祖父江の第二子誕生が。はい、柳さん。チンチンが大きくなった。チンチンが大きくなった。チンチンが大きくなった。ダメです。チンチンは大きくなってないです。キャリアハイ。キャリアハイではない。ただね、キャリアハイという意味では近いです。はい、どうぞ。はい、死んでる。全部そっちにいっちゃう。さあ、何でしょう。分かった。はい、小笠原さん。ベンチプレスの重さを何キロか上げてキャリアハイを更新した。ベンチプレスの重さが更新した。はい、正解です。ベンチプレス120キロ上げることができた。
やこれ僕見てたんですよ、トレーニングルームで。すっげえ嬉しそうな顔して今思い出したっす。藤島健人今年感動したベスト3第2話、ベンチプレス120キロ上がりました。バザイバザイ、ありがとうありがとう、加藤翼さんありがとう。それは宮かな。ありがとう宮、ありがとう、ありがとうございます。ここにあります。はい、すげえ、やりました。ベンチプレスなかなか伸び悩んでくじけそうになった時もあったんですけど、すいません、ちょっといいですか、すいません。大野さんが完全を達成してたらどっちが上になりますか。そう、悩みどこですけどやっぱり2位です。すいません大野さん、大野さんすいません、当てれなかったなって人は藤島のこともうちょっと見てほしいなと、はい、思います。というわけで兄貴たち、来年もよろしくお願いします。来年もよろしくお願いします。皆さん良いお年を。ハッピーニューイヤー。どっち？ハッピーニューイヤー。どっちなの？筋トレベンチで120上げるってすごくないですか？すごいです。ドラゴンズの中で一番やっぱ筋トレやってます？一番やってると思います。あ、はい、そうなんだ。すごいね。先輩から見てどんな存在なんですか？まあ、真面目ですよね。ね、ほんまこうやっていつもトレーニング頑張ってますし、うん、でも球めっちゃ遅いんですよね。まあもちろんね、その球速を上げるためだけじゃないですけど、もうちょっと上がってほしいですね。あ、さあ続いての問題なんですが、あれ、人田さんが、あれ、おい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 、この町も変わらねえな。どうした、付け合わせのミックスベジタブル見るような目で俺見やがって、忘れちまったか、俺だよ俺、ハンバーグだよ、ハンバーグジュー。今年もよろ肉をお願いいたします。ジュー。続いてはハンバーグ師匠からの問題ということになります。鉄板温まってますね皆さん。あれ、あれ、丸焦げ状態ということで、参りましょう。私ハンバーグこと井戸田潤ですが、今年結婚を発表いたしました。ありがとうございます。それで選手の皆さんからもいろいろね、おめでとうございますのメッセージいただいたんですよ。そんな中でですね、ある方からこんなお祝いをいただきました。こちら、伊藤さん結婚おめでとうございます。めちゃくちゃ綺麗な奥さん、同じ2回目頑張りましょう。これいただきました。では、はい、このメッセージを送ってくれた方の名前を皆さんフリップにお書きください。さあお書きください、どうぞ。え、難しいな。まあやっぱり2回目がそうね、ラブシュヒントですか。このだから LINE の中に2回目っていうのがヒントですね、うん。いや、え、分かんない。でも、分かんないね。このは、このまんまですよね、ハートも。まんま。ハートつけるような感じで。え、で、ドラゴンズに関係してるんですか？もちろん、めちゃくちゃ関係します。いるんすか、そこに。今、ドラゴンズにいます？いるんすか？え？いるんですよ。いや、違うわ。そうすればいや、それやったらこの人やけど、え、出していい？あれ？まあ、なんでそんな微妙な問題作っちゃ。違うわ、これ間違い方も結構ね、間違い方もね、間違い方を確かにそうだよね、間違えれないよこれ。ねドラゴンズ現役じゃない、生え抜きじゃない。危ない、事故するとかやったら危なかった。危なかった。よかったね、言っといて。全く答えが出ないので、ここで大ヒント。ないや、ないや、コーチです。あ、わかった、わかった。ああ、やっと出た、やっと出た、やっと出た。やっと出た。僕は分からん。あの人なら大丈夫だ。ひらめいた。確かに大丈夫だ。あの人大丈夫だ。あれなら大丈夫だぐらいじゃん。もうこの人のは別にまあ外れても大丈夫だなと思う。そういう人がいるのね。コーチ、コーチ。いい球団だよ。うん、プロ野球の OB 戦みたいなと。に活躍する人。あ、
和田さんと一緒にもう答えやさあそれじゃあ皆さん書けました、一斉に見せてください、オープン。 ODA 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 小田さん出揃いました。なぜなぜご本人のインタビューがありますのでご覧ください、インタビューあんの。伊藤さんお久しぶりです。ということで正解は小田康平コーチでした。小田さん、伊藤田さんに照明大丈夫です、照明、あ、照明大丈夫です、大丈夫です。メッセージ内容は覚えてらっしゃる。覚えてますよ、それは。それは覚えてますよ。伊藤さん覚えてるんですかね、その前に。いや、覚えてます、覚えてます、覚えてる、覚えてるみたいね、覚えてるみたいね。小田さんも今何年目だろう、結構経ちますね。はい、結婚生活うまくいっていると。はい、言ってますよ、はい。最後に小田さんから井戸田キャップにメッセージです。僕野球ということで8-9、そして井戸田さんに8-9-10やりました。ということで正解は小田康平コーチでした。皆さん1ポイントずつ獲得です。ありがとうございます。おめでとうございます。結婚生活ね、もう皆さんも送られてますけども、大野さんどうですか、プライベート結婚生活の方は。我が家は順調ですね。順調、週1ぐらい嫁さん抱いてるんで。バカですよ、何言っちゃってるんだよ。変変か。この後は毎年恒例あのボーイと共に新キャラクターも登場だ。この街も変わらねえな。さらに豪華視聴者プレゼントも、最後までお見逃しなく。あれ、続いては2人がいませんね。あら、いないの、困ったな。いや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 、実は今回もなんとあいつを呼んじゃいました。ご紹介しましょう、カモン、ビートボールボーイ。これまで自らの役目を果たし続けてきたあの男が満を持して今宵3度目のマウンドに立つ。来るか来るか来るか、どうだ。この街も変わらねえな。来てた、忘れしまったか、俺だよ俺。一部の熱烈なマニアに激推しされているミートボールボーイだよ。ミートボールジュー。いやー、素晴らしい、ミートボールボーイ、ナイスミート、ナイスミート、切れてるね、タレがしっかり染み込んでるよ。ありがとうございます。いやー、素晴らしい素晴らしい。実は今回もう一人お呼びしてます。え、初登場になります。ご覧ください、今回ご紹介するのはこちら、ステーキキッズ、カモン。来てくれてるのか。何が誰でどうなんだ。この街も変わらねえな。来てた。え、俺が誰かって、見てわかるだろ。おう、ステーキキッズだよ。ステーキキッズ、さらなる進化を遂げるため新しい変化球が覚えたいんだよ。ジョーク。え、何かって、ステーキジョークだ。ステーキって何で食べる。何で食べる。ナイフと、おう、そう、切れ味鋭いフォーク。おう、ステーキだけにもカットも気になるぜ。ステーキジュー。ナイスステーキ、ナイスステーキ。いやー、素晴らしい。なんとハンバーグ1問、もう1人増えました。ステーキキッズ、ナイスデビュー、ナイスデビュー。
それじゃあ3人初めての顔合わせということで最後こちらで締めたいと思います。元気ですか？ご賞味ください。エグダム1 8 9 10。よし、次の鉄板温まってるとこ行こう。今日は新年会だ。よし、新年会だ。あと反省会もだ。反省会。ハンバーグ師匠、そしてミートボールボーイ、そしてステーキチーズ、ありがとうございました。よくやった方だよ。いや、結果発表。さあ、すべての問題が終わりましたので結果発表参りましょう。はい、獲得したポイントが多かった順に、うん、こちらにあるドラゴン祭りの文字の中から一つ選んでもらい、はい、うん、そこに書かれた豪華商品を差し上げるということです。わかりました。では、はい、クイズのポイント第1位、うん、4ポイントの大野投手、ありがとうございます。4ポイントだ、おめでとうございます。どれにしましょう？どうしようかな。もう決まってんだろ、うん、お前毎年。僕毎年5を選ぶんですよ。5、実はドラゴンズの5、何年も出させていただいてるんですけど、うん、毎回選ぶんですけど、制作される側も今日も僕が選ぶと思われてるんですよ絶対に。あ、まあそこはちょっと予想されてるか、うんうん、じゃあそこじゃあえていくのか外すのか、ね、そうなんですよね、うん、さあどうしましょう。その手には乗らないぞ。うん、来ました。やっぱりかいみたいな。さあ、それじゃあ大野さんが選んだ商品は何でしょうか。こちら。お、はい、小笠原選手のチョイス家電です。やったー、おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、大野投手にはエディオンで小笠原投手がチョイスした高級ヒゲ剃りをプレゼント。これは本当は祖父江さんに引いてほしかったんですよ。そうか、そうだそうだ、いらないよ。いらないよ。続いては3ポイント獲得、ドラゴンズ祭り初参戦の小笠原投手か。んでいいですか？ドーラーゴだ。んでいいですか？こちらです。ポン。おーおい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 おギータロー引く？じゃあ僕行きますね。いやどうぞじゃん。そこ何よ。どうぞ。優しいなと思って。じゃあギータローどうぞ。どうぞどうぞ。いいですか？ギータロー。じゃあ行かしてもらいます。はい。はい。テレビってこういう祭り？うん、この赤文字ね、うん。これ多分怪しいんですよ。落とし穴あるんじゃないかと。ああ、そうなんだ。はい。うん。あえて行きます。はい。祭り。祭り。くんかい。あえて来ました、祭りです。祭りはこちら。おー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 おめでとうございます。金一封、お願いします。なんと2連続での金一封、最後はこの男。ラでお願いします。ラ。後輩に順番を譲る優しい先輩祖父江投手、残り物に福はあるのか。こちらです。イエーイイエーイイエーイ、たわし、高級たわしでございます。いつもこうだ。平凡なたわしです。あ、平凡なたわしだ。はい、高級たわし。高級でもないんですか？平凡たわしです。うわ、残念でしたね、たわし。いや、たわしもいいとこあるんでしっかり磨きます。ようこそパイセン、しんのすけの部屋。よいしょ。MC 小笠原しんのすけが先輩たちと箱の中に入ったお題に沿ってトークするこのコーナー。はい、出ました、生意気な後輩。僕はもうやっぱり祖父江ですね。間違いなく何回も言ってるけど俺先輩だぞ。差し入れでそれぞれコーヒーをあの買ってきたりするんですけど、
祖父江ほんと買ってこないんですよね全然シーズン6ヶ月間だとすると祖父江はまあ2回ぐらいやったかな買ってきたの。絶対ないそれは。いいじゃんそれ言わなくても。お前ら全員生意気だよ本当に。ところが会話は次第にとんでもない方向へ。おならは平和の象徴だって。ミニ扇風機でこうやって触って。ちょっと言葉表しにくいんですけど、お前女性のギリギリを攻め続ける男たちの爆笑トーク。ようこそ対戦しんのすけの部屋は番組放送終了後から配信スタート。さらにドラゴンズ祭りももう一度見られる。詳しくは YouTube メーテレ公式チャンネルへ。 CM の後はプレゼントのお知らせ。ここで番組をご覧の皆様に一足早いお年玉。クイズに参加してくれた4投手のサイン入りグッズを7人の方にプレゼント。詳しい応募方法はメーテレスポーツ部の公式ツイッターをご覧ください。さあそれじゃあ皆さん良いお年を。